こんにちは、フォトグラファーの諸野です。本日はこちら SMDV というソフトボックス、私がここ最近で本当に手に入れて一番良かったもの、もう忖度なしでマジで一番手に入れて良かったものをご紹介していきます。こちらはいきますよ、今これでソフトボックスが完成しました。ちょっとね、今ここの部分のディフューザー外しちゃってるんですけど、ソフトボックス普段使ってる方だったらこの傘のように開けて一瞬で開けるソフトボックスの凄さ分かりますよね。普段だと一個一個骨を入れてよいしょ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 ってしてソフトボックス組み立てるのが結構多かったりするんですけど、このね、韓国のメーカーさん SMDV っていうメーカーさんのこのサイズはフリップ44プロっていうやつですね。これがマジで私の大嫌いなソフトボックスの開閉を楽にしてくれました。今まではプロフォトとかナンライトのソフトボックスをずっと使ってたんですけど、本当にこれが優秀すぎて今これしか使ってないです。ちなみにもう一個がさらにちょっとコンパクトバージョンいきます。はい、これも一瞬で終わりました。ちょっと私がぐしゃっと入れちゃってるから本当は良くない、このぐしゃってなってるの本当は良くないんですけど、これはですねプロフォトの今私は A1X につける方のソフトボックスを今つけてます。でここがマグネットタイプでガチャガチャつくんですけど、こんな感じでガポッと今マグネットがついてこれでロックされました。とはいえちょっとなんかちょっとした衝撃でもしかしたら無理やりやるとガポって落ちちゃう可能性もあるので、ちょっとねそこだけしっかりギュッとあまりね故障機与えないように注意ではあるんですが、これを持つことで例えば私がカメラこっちで片手で持ってこうやって一人でセルフでモデルさんにこう外ロケとかで当てながら撮ることができちゃうんです。 SMDV は2003年創業の韓国のライティング機材メーカーで、日本では H&Y フィルターズジャパンが SMDV 社と代理店契約を結んで販売などを行っています。そしてまず私が仕事で愛用しているこちらフリップ44プロ、こちらはですね傘のこのソフトボックス面の直径が110センチほどの大きさで、重さは約1.6kg というかなり軽量設計ですね。ここの面がエンボス加工なので温度変化にも強く安定したパフォーマンスを発揮してくれます。結構ストロボとかだとそんなにね熱くなることはないと思うんですけど、 LED ライトとかをずっとこう焚いているとライト部分が熱くなるので、こういうね温度変化に強いっていうのも一個ポイントですね。ここのマウント部分は別売りで、ボーエンズやプロポートなど5種類のマウントがあるので、自分がお使いの機材に合わせてマウントを変えることができます。その他グリッドも別売りで売っているので、さらに直進的に光を進めてかっこよく見せたい時とかにはこの別売りのグリッドを使うこともあります。そしてもう一つこちらがフリップビューティー20というもので、ここのね傘の直径は50センチあります。特徴的なのはこのソフトボックスの内側にあるビューティーディッシュですね。ビューティーディッシュというのはこの反射鏡ですね。これが中央にあることによってこの裏側につけられるストロボの光の損失が少なく、反射した光が均一に広がる角度になるように工夫されています。ちょっと分かりにくいんですけど、少しここがねお椀型になっていることによってここから入った光がこう拡散して反射して効率よく光を拡散してくれているんですね。通常スタジオ撮影とかをするときにビューティーディッシュをお願いしますっていうと、こういう金属の重たく大きく収納が普通はできない硬いビューティーディッシュをスタジオマンさんが持ってきてくださることが普通なんですけれども、なかなか自分が機材いろいろただでさえストロボやカメラやレンズなどなどたくさん抱えて現場に行くのってかなり重たいので、もうほんとすごいかさばるんですよねこの子。それがまさかのこのソフトボックスも包含された形でフリップタイプでパッと開く、かつビューティーディッシュも内蔵されているっていうね、こいつがマジで素晴らしすぎる。ちなみにこちらは重さが約 0.5kg という形なので、もう 500ml ペットボトル1つ分の大きさになるから、本当に一人でね何かこうモデルさん撮影とか商品撮影とかするってなっても片手でかなり取り回しがしやすいですし、ライトスタンドとかにももちろんつけられるから、ワンオペでね何か物撮りする時とかにもすごく役に立ってくれています。
このアダプター部分はアダプター C や S、A1、G1、F1 など様々な種類のアダプターがあるので、ご自身の持っているものに対応するものを選びましょう。ということで、まずこちら SMDV のフリップビューティー20をつけていないストロボ直当ての写真がこちら、一方ストロボにこちらのフリップビューティー20をつけた写真がこちらです。いかがでしょうか。なしだと光とか影とかがかなりシャープで硬い印象の写真になってしまっているんですが、やっぱりね、しっかりとこのソフトボックスビューティーディッシュをつけてあげることによって光や影が柔らかくなり、上質な印象の写真になっていませんか。まあこれはソフトボックスをつけた方がいいっていう話ではなく、表現の違いであって、表現的に直当ての方が夏らしい日差しとか映るんですのフラッシュみたいな感じのエモい写真になることもあるんですけれども、例えばお肌を柔らかく見せたいとか、そういった目的があるのであれば、こちらをねつけた方がより優しい雰囲気に仕上げることができます。もう本当にこれ早くゲットすればよかったという SMDV フリップシリーズです。ライト使う方はもう全員に本当におすすめしたいです。買う価値超あり。詳しい製品は概要説明欄に貼っておくので、そちらをチェックしてみてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。フォトグラファーのモロンノンでした。また次の動画でお会いしましょう。